今日は九州南部で梅雨明けの発表があったんですけれども、明日の九州地方はまた雨の範囲が少し拡大をしそうなんです。その大原因、まず天気図をご覧ください。こちらが明日朝9時の予想天気図です。で、梅雨前線そのものは大きく、九州からは北上しまして、日本海を東西に伸びる形となります。ただですね、こちらの南の高気圧周りの非常に湿った空気がまた九州方面に入るという構図になります。梅雨前線そのものの雨ではないんですけれども、大気の状態が不安定になってこちらこちらで雨が強まるということになりそうです。で、その様子、天気の分布予報でご覧いただきますと、九州南部ではもう朝からあちらこちら雨が降るということが想定されます。で、雨の範囲、日中帯は九州の北部にも拡大をする見込みです。で、ご覧の通り結構べったりと雨の範囲塗られておりますけれども、実際はもう少し隙間があります。雲と雲の隙間では日の差すところもありそうなんですけれども、小さな活発な雲がかかってはざっと雨を降らせる、場合によっては雷をもたらす、こういった流れということになりそうです。明日の九州エリア、天気急変にはお気をつけください。で、まとめて天気のアイコンでご覧いただきますと、晴れに雨のアイコンといったところもありまして、明日は変わりやすい天気が継続するということになりそうです。日差しもありますので、すっきりしない天気の割には気温が上がります。福岡市が34度予想、鹿児島は33度など、昼間の暑さはかなり厳しくなります。蒸し暑くもなりますのでね、一日を通して熱中症には厳重に警戒をしてください。最新の気象情報については、お天気アプリウェザーニュースでもご覧いただけます。